なさい。後で自分の携帯明るくしとこ。こんばんは。お疲れ様でした。ありがとうございます。よいしょ。めっちゃ暗い。待って、テロップ書きますね。ありがとうございます。ダンディさん、クマタワーありがとうございます。クマ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 ありがとう。クマタワーありがとうございます。持った方がいいかな。セリブのワンピース、そうなんです。よいしょ。どうやっても暗いやん。シャンくんさん、クマさんありがとうございます。クマ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 、ありがとう、シャンくんさん。みなさん、今日はありがとうございました。お話し会来てくださって。どこがいいんだろう、配信。どう？マイク塞いでる。気をつけました。もうありがとうございます。今日はお話し会来てくださってありがとうございました。直接おやすみる感謝のポーズ。そう、こんばんは。こんばんは。今明日までのイベントに出ておりまして、1位を目指しておりますので、ぜひ初見さんも応援してくださると嬉しいです。一人部屋じゃないんですけど、今まだ帰ってきてないというか、そう、時間が違って、そう、同部屋同室は葵ちゃんでした。私は今2位でございます。こんばんは。初めまして、ありがとうございます。お、おーちゃんさん、くまたわありがとうございます。くま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 、ありがとう。くま、ありがとうございます。明日は12時ぐらいまで配信ができて、で、また今日みたいにお話し会最中も配信ができて、あと最後の最後をきっと今やらせてもらえるか、まあ、やらせてくれるって言ってたんですけど、ちゃんと交渉中って感じです。こんばんは。駆けつけました。ありがとう。あ、差が縮まってる。ありがとうございます。皆さん、広島の直接お話し会も全部道に投げます。本当に最後大事ね。そうそう、最後大事。
最後大事なんですけど、でもあのちゃんとできるかは分からないって感じなんです。あの暗い中でとかかもしれない。中原さん、中原さんもたまたまですか。中原さん、もう家のところにない。中原さんありがとうございます。またはありがとう、またはありがとうございます。中原さん、シャンくんさん、おちゃんさん、中原さん、ありがとう。皆さん、皆さんも星投げカウント、コメント、ギフトありがとうございます。こんばんは。ダンディさんもありがとう。セディアさん、セディアさん、くまたまありがとうございます。くま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 、ありがとう。くまくま、大阪のスタバのやつ飲んだ。そうなんです、大阪のスタバのやつを飲みました。美味しかった。ミックスジュースだったんですよ、大阪。そう、なんかお話し会でもそういうスタバ飲んだっていう話をしたんですけど、めっちゃ美味しかったです。なんかね、チョコね、チョコ入れたんですけど美味しかった。桃と、桃とバナナとリンゴの味がしました。回収の旅に行きます。ありがとう。涙袋かわいいって、あれセザンヌなんですよ。かわいいよね。セザンヌなんです、めっちゃ安いの。話し会ありがとう、好きがマシマシになった。ええー、嬉しい。なんかさ、お話し会ラスアイメンバーも飲んでた。あ、ほんと？あ、バシさん、バシさん、クマ30匹ありがとうございます。わく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 わ、バシさんありがとうございます。ありがとう、バシさん。シャドウリキッド、ちょっと待ってね。よいしょ。こんばんは。暗いよね、ここだったら。ちょうど塗り足したいと思ってたんだ。これです。おい、セザンヌシングルカラーアイシャドウ04番。ちょっと右目が多分左目より少ないので、ザックザク。一人部屋なの？一人部屋じゃないんですよ。でもまだ、そう、葵ちゃんがと一緒なんですけど、あの葵ちゃんとね、私部が違って、そう、私の方が先に終わったから、先にホテルに着いて、そうだから葵ちゃんを待ってます。だ、こんな感じ。すごくないですか、セザンヌって。セザンヌってすごいんですよ。
そう、私も欲しい、かわいい。今みちから教えてもらったエチュードの使ってるよ。エチュード、あ、ペンシルタイプみたいなやつ。ワンカラーで気に入ったのがあると。そう、これしかも400円とか500円だから、めっちゃおすすめです。しかもなんか白っぽいからどんなメイクにも使えそう。あのオレンジでもピンクでも。明日は早起き？でもさ、できるなら5時から配信した方がいいよね。星投げ連打でこの期間に右腕が鍛えられた。私たちも左手でマイク持ってダンスするから、あの右肩の可動が多くて右肩が凝るんですけど、一緒ですね。ありがとう初見さん、ありがとうございます。今明日までのイベントに出ておりまして、1位を目指していますので、ぜひ今日明日星投げカウントよろしくお願いします。フォローもお願いします。コスパ良くて発色一最高ね、本当に。はい、刻んだ方が良いかと。あ、明日は12時ぐらいまで配信ができるのと、あ、さっき言ったか。そう、どうしたらいいと思いますか。配信予定ってさ、15分ずつ入れた方がいい。今日チーク塗ってないんですよ、マスクするから見えないからと思って、できるだけ肌にのせるものを少なくしようって思って。でも撮った写真はめちゃめちゃほっぺたピンクでびっくりした。嫁と子供にも星投げるようにお願いした。ねえ、ありがとうございます。嫁さんと子供さんもショールームしてるの？見てるの？広島楽しみすぎる。あ、誰かわからんけど、誰さ、刻んだら星無駄にしてなくていい気がするけど、最後次第。ラストにどのデートも、ラストにどの程度持っていくべきか、またどの程度の時間ラスト配信することになるのか。でも何時からできるんだっけな、18時40分にお話し会が終わって、そうですよね、またあの昨日みたいにできそうな時間を行ったらいいですか。ギリギリ、イベント終わったらゆっくり休んで。皆さんが受け付けました、ありがとう。確実に今日みたいに2週を。あのさ、お話し会の間って何分がいいんですか。5分今日5分と10分をやったんですけど、お話し会の間に結構何分でもできそうだったんですよ、今日の感じだと。話し会要員がすごい嬉しい。オンラインでさ、ずっと会っててさ、生で初めましての方とかも今日結構いらっしゃって、その方の方のさ、ギャップがすごくて、なんか、え、こんなに背高かったのとか、いろんなギャップがあって楽しかったです。駆けつけましたありがとう、駆けつけましたありがとう。この定型文めっちゃ良くない、駆けつけました。5分スマホ1周星投げ切り、じゃあ10分のとかの方がいいのかな。勝手な想像。いや、だって顔しか見えんけんさ、あのオンラインだと
話しかありがとうございました。ありがとう、本当にいっぱい来てくれてありがとうございます。嬉しかった、本当に。1年半ぐらい会ってなかったもん。そうね、会ってないもん。今回お話し会前日って会わなかったから。あら、そうなんだ。僕もギャップあったらどうしよう。どうしようね。受け付けました、ありがとう。論理上2週が期待できるところは10分もいいかな。みちゅに会うまでに痩せようと思ったのに。うん、かわいい。10分か。たくさんループしてる人いた？いや、もう本当にめちゃたくさんループしてくださった皆さんが。最後に会ったのが一昨年のクリスマス。すごいですよね。怖く的にはそれで、自分は多分無謀のリリーベが最後な気がする。無謀のリリーベはハイタッチ会だったかな、握手だったかな、3人で握手だったかな。そうそう、一周とカウントワークを続けるのもいい。それって5分ってこと？楽は、そう、楽はですね。なんでなんだ。今日の5分かけ2回の配信は残り時間の計算に含まれてる。どういうこと？今日5分5分10分5分10分5分したんですよ、お話し会の合間に。じゃけん22時から開始だったこの枠を20分ずらしたから、最後はそのままでいいと思う。見て、トノタンがくれました。ショールーム頑張ってね、ちゅって書いてくれてくれました。みんなに頑張ってって言ってくれてるけど、嬉しかったです。うん、それでは。後ろで手振ってるのも結構見てるもん。うん、見えてますよ。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位ギルスさん、12位関さん、11位カニスティックさん、10位リアさん、9位カーテンさん、8位マサトさん、7位ミッキーさん、6位中原さん、5位セリアさん、4位シャン君さん、3位ダンディさん、2位オーチャンさん、そして1位はドルフンジャンバシさんでした。ありがとうございます、皆さん。そして今日のラッキーナンバー22はトゥルルルンジちゃん、ユートンヌさん、ありがとうございました。確かに。それでは次は23時半から配信をします。またお待ちしております。ありがとう、だね、バイバーイ。